殺戮の天使だって。私もザックも道具じゃない。そうだよな。殺すも殺されるもザックと私の意思だよ。今になってちょっと面白いこと言ってんじゃねえよ。ああもう我慢できねえ。なあせめて笑ってみろよ今。あ、笑った。姉ちゃんが下手くそ。ほんと目が死んでんだよお前は。でもな、それが本物になったら最高だ。お、そのお前を殺す想像しただけで俺は誰よりもいい顔になれるぜ。おおお、自分で自分をやっちまえるくらいにな。おお、どういうパターンこれは。ザックくん、ザック、はぁ、あ、おー、けど、うおぉ、おぞましい。模範的なんて間違いだったわ。レイチェル・ガードナーは、罪人のなり損ない。アイザック・フォースターは、欲望に駆られて、自分で自分を殺すほど愚かだなんて、失望したわ。ああ、これじゃ、私の断罪に水を差されたようなものよ。あなたは本当に本当につまらない人間ね、レイチェル。そんなこと、あなたに決められる覚えはない。あなたを断罪しても面白くないわ。これって苦痛よ、レイチェル。これならザックの方が良かったわ。蜂の巣になるのはきっと彼の方がお似合いだったはずなのに。ここで引き金一つ引けないあなたは罪人のなり損ない。ねえ、あなた、どうしてここに来れたの？うん、仕方ないわ。つまんないけど、蜂の巣はあなたね。おおおお、お、ザックくんが喋る。あら、やだ。生きてるじゃないの。嘘、やだ、本当に化け物みたい。素敵。ザックを殺すの？ええー、だってこんな素敵な罪人を断罪するのは私しかありえないでしょ。おおおお、レイちゃん行け、レイちゃん行け。やめて。あら、撃ってもいいわよ。撃つの、レイちゃん。でも残念、実はその拳銃には最初から弾は入ってないのよ。まあそれ以前にザーニーのなり損ないのあなたには撃つことなんて無理だったでしょうけどね。ただ私に拳銃を向ける態度がちょっと気に入ったわ。もう、なになになに、バーン、うわ、おい、レイちゃんをいじめんなら傷つけんなよ。え、さあせっかくだから延命して息がいい状態で罰してあげなきゃね。うん、おう、お、コロンコロン、これなんだろうね。およよよよよ、あ、これがレイちゃんが見たやつ、人を殺してるとこを見てしまったって。あ、そうだねそうだね、うん。ん？ダメ。うん。ザックを殺させない。だって私を殺すのはザックだから。うん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 。レイちゃん、どっから持っていたの？その拳銃どこから？
バーン。おー、マジ。どこから血を出した、このバイタ。とんでもない本性を出してきたわね。バイタだってかな。最高だわ、この罪人の女。断罪してやる。おおお、その涼しい顔の下の悪魔を私が断罪してやる。うるせえよ。ザックくんだよね。うお、うん、え、来たザックくん。撃たれて嬉しそうな顔してんじゃねえよ、このサドマゾ女。おかげで殺したくて。うお、来た。目が覚めちまっただろうが。嘘でしょ、現実だ。目覚ませよ。うー、ああでもすぐに眠っちまったな。ああすげえ、すんげえ状況。ザック、おお、ちょセーブさせて。はいはい、これは赤い拳銃銃は入っていない。腕と腹部が大きく切られている。お、その上に、すげえな、すげえ状況だな。これなんかゲットできない。なんかこれは、うん、あ、一緒か、一緒やな。ザック大丈夫？腹痛いに決まってんだろ。ザックはあの時喜んで自分のお腹を切ったの？お、怒ってる。あ？俺はあの一人 SM 女と一緒にすんじゃねえよ。つまんねえお前を殺して、あの女監視に殺されるよりよっぽどマシだと思っただけだ。ああね、あの女監視の顔見たか？うん、傑作だったな、おい。お前もよくやったじゃねえか。おかげでちっとすっきりした。ほんと？おお、少し腹が痛えくらいなんてことねえくらいにな。よし、行くぞ。もう大丈夫なの？あ？こんくらいなんともねえよ。わかった。でも無理はしないで。うるせえ。てめえはてめえの心配してろ。はあ、はい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 、そんな感じね。あ、これでもう次のステージに行けるって感じか。はい。フロアの装置のようだ。こっちから出ていいのかな。鍵がかかっている。マジかよ。鬱陶しいやつだな、あいつ。うん。おい、どうすんだよ。多分だけど、ここの機械を操作すれば、扉は開くんじゃないかな。あーね、どっかにボタンがあるってことか。まあこの辺だよな。部屋ごとの監視映像、映像の配信、仕掛け、起動装置。あった、扉の、開閉ボタン。あいつよくこんなめんどくせえ仕掛けやってんな。エレベーターの通路のボタンもある。こっちの扉も開けておくね。おお、開けとけ。はい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 、これで開いたはず。おっしゃ、よくやった。ほら行くぞ。これで先に進めんだ。あーね、はい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 。なあ、どこに通じてんだ。なにこれ。さあ、このまま進んじゃっていいのかな。あ、最初の部屋だね。見たことあるわ。あ、なんか見覚えあんな。最初に通ったところだよ。あ、
じゃああいつこんな近くで調子に乗ってたのかよ。まあいいけどよ。もうぶっ殺したし。確かこの場所、開かない扉がもう一つあった。そこが多分、エレベーター通路なんだと思う。おう。じゃあとっとと、こんな場所から出るぞ。はい。ここだよね、確か。はい、入りましょうか。なんか書いてあるよ。扉を開けたくば、開けたくば、神に名を告げよ。己に、偽りがないのなら、己に宿るその名を。そして、自分が何者であるかを知れ。ただし、神は戯れ者はいらぬ。かな？おい、いつまでそれを読んでんだ？面白いことでも書いてあんのかよ。うん、別に。あ？じゃあ何そんなまじまじと読んでんだよ。ごめんなさい。もういいから行こう。なんか、意味深だね。伏線なんだろうね、何かの。はい、来たよ。はい、閉ざされている。開かない。ここまで来てこれかよ。おい、さっきのボタンだらけの機械で開かねえのかよ。確か、管理している機械にもエレベーターの起動スイッチはなかった。少し考えてみる。どうしたらいいんでしょう。おお、考え事は、てめえに任せた方がいいからな。壁にくぼみがある。このくぼみ。そういえば、さっきの壁の文字に、名を告げよと書いてあった。名を告げよ。確か、名前が書いてあるものを持っていたはず。あ、テンプレート！ネームボードだ。これだ。はい。それに多分この壁のくぼみにちょうどはまる大きさだ。でもボードは私とザックの2枚ある。まあここはレイちゃんでいいんじゃない？うん。違った。こっちじゃない。こっちじゃないの？あ、そうなの？あ、ほんと。ザックくんなんだ。うん。これで動いたはず。おい、それ1枚余ってんじゃねえのか？余ったの。これは捨てる。いいのか？うん。いらないみたい。なんか、ちょっと、神のなんか、なんとかなんとかって、レイちゃんは違うってことか。いらないってことなんだもんね、レイちゃんは。そういうことか。ね。理解理解。おー、開いた！乗るぞ。待って。ああ。ウィーン。はいはい。おい、レイ。お前、マジでよくやったな。何を？だから、あのイカレ女に一撃打ち込んでやったやつだ。すげえスカッとしたよな。うん。スカッとしたんだね。はいはい。あ、まあそうだよ。ザックも疲れたよな。なあ、レイ。お前。そもそもなんでここに来たんだ。え？殺人現場を見て、カウンセリングを受けに来て。うん、ここは前も言ってたね、レイちゃんが。気がついたら、ここの一番下にいた。は？わけわかんねえな。うん。それとよ、お前が撃った銃、あの女のじゃないだろ。あれどうした？確かに。レイちゃんどこにあった？だってポーチしか持ってなかったよね。これは、私の拳銃。お前、どこにそんなもん持ってたんだよ。ポシェットの中。あ、ポシェットか、ポーチじゃなかったわ。ハンカチで包んでた。あ、そうなんだ。殺人現場を見た日から、持っていたのずっと。え？どういうこと？だったらお前、最初からそれを使えばよかっただろ。私、自殺はしない。だって神様は、お許しにならない。いや、それだけじゃなくてよ。それに、
私を殺すのはザックだから。お前頭いいのか悪いのかよくわかんねえな。まあいい、何にせよあの時あいつを撃ったのは正解だったんだ。思い出しても笑っちまうくらい最高にタイミング良かったぞ。機嫌いいね。まあな、お前もそうだろな。うん、あーなんだろう、やってることはすごいけど、まあまあ二人がね、まあ機嫌いいならいいや。うん、あ、着いたね。着いたね。心臓バクバクしてるわ。あれ？ザックくん？ザック？ザック、ん？どうした？ザック？え？ザック？殺戮の天使。これでね、エピソード2が、終了しました。エピソード2もね、見ていただきありがとうございました。いや、すごかったね。今回は結構、まあ、二人の、なんだろう、成長を見られたって感じだね。ちょっと見ましょうか、エンディング。そうね、毒ガスありましたね。はいはいはい、過去のね。はい、ここですよ、さっきの。バーン、かっこよかったね、レイちゃん。To be continued。いやー、面白いゲームだな、本当に。殺戮の天使エピソード2、これにて終了したいと思います。エピト、え、なんだ、噛んじゃった。エピソード3でまたお会いしましょう。それではまたね。Thank you.